ランジェスカです。ダツさんです。さあ今回はイタチさんがまたまたピアスを増やすそうです。憧れの大好き大好き、いやねえな違うダイスです。ダイス開けちゃうんですか。ダイス憧れてるんですよ。なんで急に。急にっていうか前から憧れてましたけども、いつの間に。知らんかったぞ、うん、なんか写真見せられたら、あ、めっちゃ可愛いなって思い始めてきた。不思議。そうね、ちょっとこれダイスめっちゃ憧れないやって言ったらずっとダイス開けたいってそう、でも自分で開けれんのよね。開けたいですね。あ、でもイタチさんってどういう痛みなのかとかをモニタリングしといて自分が開けるっていうのもありだと思うから、イタチさんにね、まずは開けていきたいと思っております。怖いんですか。怖いです。いつだって怖いですいつだってそんな自信満々に。いつだって怖いです。緊張してるんですか。緊張してます。でもやっぱりそこは超えていかないとおしゃれはできません。うん、いいこと言うな。そのダイスのうちにハートとか星つけてるのがめっちゃ可愛かったんですよ。あー、確かにあるよね、うん、ある。なんか最初にあえてファーストピアスをハートにする方法もあるみたいなのよ。あるもあるけど、やっぱりホールに負担がかかっちゃうのはかかっちゃうから、うん、まあ、できたらやめた方がいいらしい。うん、でもそういう方法もあるにはあるみたいよ。なるほど、うん。で、イタチさんが調べたり聞いたりしてたら、うん、3キロが一番いいって。そうらしいです。ファーストピアスとしては。ことで、またまた例の後輩ちゃんが、イタチさんの後輩ちゃんが3キロのピアスくれたんですよね。うん。もうそこまでしてもらっとったら、綺麗に開けてつけてる姿をね、見てもらうしかない。あ、この前の動画も見てくれてましたよ。あ、そうなん、うん、見てくれてたんですけど。嬉しい、恥ずかしい。なんて言った？いや、最初は動画を後輩ちゃんが見る前に耳だけ見せたんですよ。うん、うん。おしゃれやなって言ってくれて。うん、うん。好感触。うん、へへへーって思ってた。だから後輩ちゃんが後でもう一回キスティってやってきて。めっちゃ頑張ったじゃないですか。バカにされた。そうないよ。めっちゃでもギャーやったじゃないですか。先輩なのに、先輩なのに。できるだけ痛い時間を短くしてもらえますか。その保証はできん。あ、正直にじゃあ言って、一番大変だったとこどこ。それと今瞬時に痛みを比較して大丈夫かどうか自分に問いかけて元気を出すから、それの回答によって今からあやちゃんは、いや、もうちょっと動揺しすぎてあやちゃんって言ってたけど、今からそれを聞いて瞬時にイタチさんがここのダイスがどれぐらいの痛さなんかなっていうのを瞬時に自分が予想して頑張ろうっていう気になるから教えて。痛さのあれで言ったら分からんけど、うん、難易度が高くてしんどかったのはフォアヘリの下の方かな。 OK、 いける、行こう。でも、まあ、これやったらね、イタチさんビビっちゃうかもしれないんですけど、そこより難しいって言うんやろ。そう、私もね、未経験だから、なんとなくこう、勉強してイメージはできてるんだけど、今までで、ね、こう、想像してきた、ニトリをしてきた中で、一番ちょっと未知の領域というか、で、しかも私、ニードルを使って、サーキュラーをファーストピアスで接続するのも初めてなんですよ。だから、その辺も、ちょっとまだ、未経験の未知の領域というか。大丈夫、なんとかなるよ。今のな、その一連のこと言うとき、大切しときたかった。いや、聞いてない聞いてない。ちょっとイタチさん1分ぐらい退席してくれる。いや、そんなめんどくさいことはしませんよ。はい、全てを聞いて受け入れてください。はい、ということで今回はミドルを使ってイタチさんの耳にダイス開けていきたいと思います。かゆー。では行きましょう。すみませんでした。すみませんでした。ごめんなさい。悲しいことに、開けますって言って開けたんですけど、開けてる最中の映像が壊れてて、カメラの調子が悪かった。あって、一番いい腕の見せ所のところが撮れてなかったんです。悲しすぎる。でもね、コツは得たと思うんですよ。そう、キレく開いたんです。びっくりするぐらい。だから情報量の少ないダイスの開け方のコツっていうのを今からテスカ先生が、はい、ちょっと実際に開ける手順を追って解説をしてくれるということで。そうです。まあ一回ね、はい、触ってみて現場で気づいた的な感じでね、なるほどなって学ぶこともあったので、それ込みで解説を、うん、あとコツとか注意点とか教えてあげてください。はい、まとめていきます、はいはい、じゃあまず見てください。じゃんじゃんじゃん。キレくない？
すごくない？おしゃれ。ちょっと自画自賛したいぐらい切れ替えちゃった。びっくりした自分で。この耳のね、中の輪っかになっているとこ、サーキュラーがついてるやつです。これね、綺麗なんかどうなんかわからんって思ってる方ももしかしているかもしれんけど、割と綺麗か開いた方だと思います。割と綺麗と思います。割とっていうか、だいぶ綺麗と思います。頑張ったもん、うん、なかなかこう、スタジオに行かないでこれはすごいと思います。頑張りました、うん、はい。じゃあ、早速どんな感じでしたのかをね、実際に見せれなくてごめんなさいなんやけど、シミュレーションしながら説明していきたいと思います。シミュレーションでも大事ですからね。うむうむ、頑張ります。イタチさんの綺麗な左耳をお借りしてちょっと説明していきたいと思います。耳が汚いみたいな。いや、こっちはまだね、マサラ的な感じで、まず今回使ったのは14ゲージのニードルと、あとファーストピアスに選んだのが後輩ちゃんからね、もらってたサーキュラーで、内径が10ミリで14ゲージのものを準備してました。同ゲージ接続になるのでちょっと難しいかなと思って挑戦したんですけど、まあその話もね、おいおいしていきたいと思います。まず順を追って説明すると、じゃあまずはね、マーキングどんな風にしたのかっていうのをね、説明すると、うん、まず、ダイスっていうのがね、ここになるんですけど、このジリンの延長線上のひだひだのここに穴を開けて輪っかを通したりするっていうピアスになります。で、ここをね、どうやってマーキングするかっていうとね、私はですね、どこに開けるか決めるんですけど、それが、ここの延長線上で、こうやって中にね、繋がった形で、ここって出っ張ってるところがあるんですけど、まあ、人によるし、この、節が高いとか低いとか、軟骨でどうとか浅いとかはね、人によるんですけど、イタチさんのお耳の場合は、ここからここまでは結構ね、ここがボコって凹凸があって出っ張ってるんですけど、右耳と同じ感じですか？大体左右と一緒で、ここから後ろってこっち側は浅くなってて、凹凸が平べったくなってるんですよ。で、ここがねボコってずっとなってたらどこに開けてもいいと思うんですけど、まあ、安定させたいし排除されたくないからできるだけ深く開けたいので、この凹凸のあるところを選んでマーキングをいたしました。まずニードルをね、下から刺して上に針を貫通させるという形で開けていくので、ニードルを刺す位置、目指すところの位置をここからマーキングしました。人によって開けたいとことかそれぞれだと思うんで、あれなんですけど、あんまりこう手前になりすぎたらね、ちぎれちゃっても嫌なので、できるだけ深いけど変じゃないとこにピッと開けました。垂直に貫通するような形で開けれるところにマーキングをします。で、位置を決めたら今度はニードルをまっすぐ刺すから、その方向をここにマーキングしました。ここにね、2つしてたんですね。そう、2個しました。で、完了でした、うん、で、いよいよニードルを刺すんですけど、まあ、消毒をして軟膏でちょっと滑りを良くして刺していきます。実際のこれニードルなんですけど、まあ、でもね、針刺したら開いちゃうので開かないようにちゃんと裏っ側でやるので安心してください。ジリンのこういう形で巻いてるからね、斜めになってる箇所が多いんですけど、基本的にボディピアスもピアスも開けるときは皮膚に対して垂直に開けるのがキレく安定したりするコツかなと私は思っているので、本当はこうピアスがね、まっすぐに見えるって言ったらこの角度なんですけど、でもこう開けたらこの斜めになってる部分で言ったら斜めに開いちゃうので、だったらこの斜めに向かってるのの垂直だから、ちょっとこういう角度でね、皮膚に対して不自然にならないように流れに任せるような、逆らわないような形で貫通させました。で、このトラガスの下にこうボコってなってる部分があるので、ちょっと今みたいにお手手で皮膚をグッと引っ張ってもらって、ここの隙間からね、入れるような形で、こういっちゃったらね、なんかもう頭に刺さっちゃうので、こういう形でね、刺していきました。で、ここから刺してマーキング下にしたところをプスッと貫通させて開けていくんですけど、普段はね、消しゴムとかを使ってここに当てといて下敷きみたいにするんですけど、その消しゴムが入らない狭いところになるので、今回私はピンセットで当てました。消毒したピンセットの裏っ側のぺったんこになっているところを使いました。ここを上に当てて下からニードルでプスッと刺してグググッと押しました。
ったらニードルの針先がここの上の方にちょんって出てくるんですけど、そのちょんって出てきた時に一旦ピンセットを外して、まあだいたいこんな感じでね刺さっていたと思います。でも前ね、ニードルの詳しい解説をした動画ではねお話ししたんですけど、実際にニードルって刺さったとしても針先がちょこっと貫通して出てきてるぐらいではまだ穴が完全に開いてるとは言えないんですよね。結構耳の中で言うと大きい距離のここからここまで全部が入ってないとくり抜けてるとは言えないので、まあ、これをね耳の中でね全部こう出していかなきゃいけないわけなんですけど、それをするとね、交差しちゃうと耳の他のところ、なんならもうロックまで開いちゃうぞぐらいね、貫通しちゃって痛いし大変なので、こう慎重に慎重にしながら開けました。このスポンジが皮膚としたら、今貫通させて上からね、ちょっとだけ針が出ている状態です。もうこの時点でも割と出血はありました。だからもう出血した部分の血を綿棒とかでちょっとずつ取って見えやすくしてあげるのがいいと思います。でちょっと針が出たらこの両側を押さえて力を入れてちょっとずつ針を出していくんですけど、あんまりでっかく出しちゃうと耳の中で刺さっちゃうので危ないので、針の出てるところにもともとついてたニードルのカバーを刺します。でもこれでも完全に刺さらないというかカバー入らないんですけど、この針先にカバーをこう乗せた状態でこのまま力を入れてグググググッと刺していきます。これは他のところにも使えそうなテクですね。使えそうな気がしますね。でグググッと力を入れて、まあ、こんな感じでイメージですよ、まあ、こんな感じで針先がどこにも刺さることなくスッと行きました。で、貫通させるときにね、今回私も初めてやってみて感動したんですけど、うん、普通ね、ニードルを刺して貫通するときって、みんなね、こう行くじゃないですか、まっすぐ。うん、まあ、力が入るならそれでもいいし、シンプルでいいと思うんですけど、今回ね、あんまり力を入れて勢いをつきすぎるとダメやなと思ったので、初めて試した方法が、刺して、で、ちょっと針先が出てきましたぐらいのところまで行って、あともうちょっとで問題の一番力がいるところが来るっていう時に、ちょっと回しました。したら、なんかねじり切るみたいな感じで、割とスムーズに入って勢いをつけることなく、他のところに刺さることなく行けました。アイスクリームのこう、それみたいな感じで、クリンってなってできたので、あ、これ使えるなって思った。で、今の説明の段階では、まあ、こんな感じで刺さっている状態になってます。で、刺さってる時、同ゲージ接続でサーキュラーをつけたんですけど、もうそれはね、ごめんなさい、力技で行きました。多分、ブチっていう音が。聞こえました。ですよね。耳の穴に近いんでめっちゃ聞こえました。ですよね、バレましたよね。これあれよな、骨とか折れた瞬間になる音みたいな。そう。なんかね、貫通はしとったから、ちゃんと穴は開いとったんですけど、やっぱまっすぐじゃない分ね、難しいし、あと、ほんまはね、こう、後ろからするのがいいんかもしれんけど、狭いし貫通させるの大変やから、こう一回刺して引いたんですよ。で、上からサーキュラーをグリッて入れていった感じなんですけど、まあ、それでちょっと入れにくくて。すごく嫌な音しましたね。そう。まあでもサーキュラーを接続するときに大事というか、うまく入れるポイントは力の込め方を丸く入れるのがいいかなと思います。まあ普通のストレートバーベルだったら、まっすぐにピッて力を入れたら入るんやけど、サーキュラーとかキャプティブウィーズリングって丸いから、形の通りも力の入れ方が丸いんですよね。だからただただ押し込んでもなかなか入らんから、こうグリーンって食い込むような形で力を入れてあげたら入る時がある。で、それでちょっとグッといったらプチって言って入った。ちょっと力技だったけど、まあ切れく入ったから、OK かなと。難しかったですか？いや、思っとったよりも簡単だった。今回気づいたことも含めてポイントは、もうこの開ける位置の決め方、さっきも言った通り出っ張ってるところを選ぶことと、うん、あとは、まあ、この排除されそうなところを避けること、皮膚の流れに逆らうなっていうことですね。そう、私は逆らいたくない。まあでも逆らうのが好きな人もいるから、それは好みかなっていう感じで、あとはさっき言った通りニードルのちょっとした使い方、うん、という感じで頑張って、こんな感じに新しくダイスを開通させました。めちゃくちゃ綺麗に開きました。めっちゃ綺麗だと思う。すごいと思う。
うん、これはちょっと自分でも我ながらな感じ。すごい力作。力作だと思う。いいなぁ、いいなぁ。けど、あの、確かにね、あの、この勇姿は、なんかこの映像に撮らんかったんですけど、そうなんですよ。でも、これを見てからさっきのアドバイスを聞いて開けてほしい。とそのなんかこのニードルのくるくるが関係あるかは分からんけど、うん、だからこの前フォワードヘリックス2箇所立て続けに開けたんですけど、うん、この時より全然痛くなかったです。あー、じゃあ良かったんかもしれん。くるんってどっちかというと接続のプチーが痛かったです。すみません、力技でいきました。いやでもほんまにちょっと難しかった接続は。でもなんかこの検証しないと分からんけど、くるんってしたら痛くないんかも。こうピアス開けるとき全部に共通してることなんですけど、フォアヘリのときも思ったんですけど、うん、時間が経てば経つほどね、腫れてくるんですよ。確かに確かに。だからニードルを刺してもたもたしてたら接続するときにだいぶ腫れてて、もう痛くて入らないよな。そうそう、それを避けたいからできるだけ早くしようと努力はしたんですけど。でもよく聞きますよね、とりあえず貫通はしてあれやったけど痛すぎてピアスが入らんから断念とか。そうそうそう、ちょくちょく聞きますよね。そう、それが痛いからね。関係ないんですけど、ずっとあの一人だけアップにするのはちょっとやめていただいて、せめて一緒に映るとか。いや大丈夫、みんないたつさん可愛い好きって言ってるから。ありがとう。という感じで今日の主役はいたつさんのダイスで綺麗に焼きました。完璧です。ありがとうございます。素晴らしいです。わーい。まあ、今後もね、なんか今日はまだ綺麗く空いてていい感じなんですけど、まあなんかあったらちょっとあのクリニックに駆け込んで。クリニックとはフランチェスカクリニックに深夜にちょっとやってますかって、やってなくても開けてって寝てるよ、大変なんや、キャッチが取れてなとか自分でしてくれかでもあの経過というか、あのこういう風になったよとか、こういうの気をつけた方がいいよとかあったら、うん、なんか自分が調べた時にすごい情報量が少なかったので。そう、私もね調べてからね、シミュレーションを頭の中でイメトレしてからね開けようと思ったんですけど、思いのほかね、うん、いい感じのものに出会えなくて。そうそうそう、ざっくりではないけど気をつけたらいいこととか、うん、こうなってるとか、ここが痛いとか、まあもちろん個人差はあるとは思うんですけど、うんうん、なんかお伝えできることがあれば。などしたん、今日めっちゃしっかりしと、いつもと違う。いつもしっかりしとね。なんか今日賢げ。いつも賢い。もしかしてダイスで貫通して刺激したところが賢くなるツボだったんかな、耳ツボ的な。もっと押して、はい、あれなんですよ、一生懸命なんです。分かってくれますか。うん、分かる。すっごい綺麗に開いて、すっごいあの本人的にも感動してるけど、うん、その映像が残ってないので、いかにこう、うん、みんなにこう伝えるかっていうんで珍しくシャキッとしてるんですよ。ゆたちさんが一生懸命になってくれてる。わかりますか？なんかこれを見て納得してほしいです。ねえ、めっちゃいい感じ。素人だけど頑張ったよ。やっぱね、どんだけやってもね、深いね。何回ニードルを握ったことかっていうぐらい、この短期間でいっぱい触ってはきたけど、まだ新しいことを発見するのかって感じ。確かに確かに。だって私まだ1年ぐらいからね、ニードルを始めて自分で触ったから。まあ、一番最初は悲惨でしたよね。痛かったんや、自分の耳でやったんやけどさ。確かに。そう考えたら、ちょっとずつ先方しているのかもしれない。あと大事なこと言い忘れました。何でしょう。あの、顔に近いほど開けた後、こめかみが痛いです。あー、今日も痛いの？痛いです。ダイス開けたくなりましたか？開けたい。めっちゃ開けたい。じゃあこれを後輩ちゃんとかにこういう感じで開けてくれないって言って開けてもらおうよ。もしかしたら経験者かもしれんから。あ、そうそう、確かに確かに。そうなったら何も言わんでも開けてくれるよね。そうですね。うん、ちょっと相談してみようかと思います。はい。ということで、もう画角変えるのめんどくさいのでこのまま締めたいと思います。今回はイタチさんのお耳にダイスを開通させるのと解説をしていきました。また変化があれば、それを経過観察動画みたいなのを作っていこうかなと思いますので、あと何かあったら教えてほしいです。何かって、あの結構あんまり知らんので、うん、私もダイス空いててこうですとか。ああ、ダイスの情報交換したいよね。したいです。空いてる人ぜひ書き込んでください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。めっちゃぼよみぼよみ。緊張したいよ。ありがとうございました。
を伝えたいんよ。感動しとん？感動しとん。よかった、喜んでもらえて。感動しとうけん、頑張って喋りよ。うん、可愛く見えてきた。どうしよう。イタチさんが可愛い。いつも可愛いやろ？いや、なんかいつもはさ、ネタ的なあざとさがあるけど、今はけなげで可愛い。どうしよう、可愛い。一生懸命。うん、めっちゃ頑張ってる感があって可愛い。あとでプリン買いに行くか？